はい、マスド TV です。はい、今日はね、パズドラやっていきたいと思います。なんと今はね、パズドラゴッドフェス開催中です。今日は魔法石12個あるんでね、2回挑戦していきたいと思います。今日はね、出るんじゃないのかなって期待してます。はい、で、まずモンスター確認していきたいと思います。はい、で、僕のモンスターこんな感じです。基本的にね、そんな変わってないです。仕事でね、あんまりメタドラもできないんで、レベルもあんまり上がってないんですけどね。まあ、少しずつみんな上げてるって感じなんですけど、このククリンは少しレベル上がりました。進化したし。あとは誰かいますかね。まあ、こんな感じです。あ、セブンコラボのやつは、僕はこの、ね、キングイレブンドラゴンにしましたんで、はーい。で、こういう感じでーす。で、進み具合なんですけど、ノーマルダンジョンはここですね。これの一番上がなかなか勝てない。はい、スペシャルダンジョンはこんな感じです。最近降臨系はあまり挑戦してないです。まあこういう感じでしょうか。はい、ではその前にまず友情ガチャね、9回できるんですけど、友情ガチャね、今回どんな感じがいいかやっていきたいと思います。ドンいきます。ドン、はい、来い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 。金金金金金金、1個も出なかった。はい、でね、はい、1個も出なかった。今回当たる確率なんとなく低そうな予感。はい、ということでね、ゴッドフェスやっていきたいと思います。ゴッドフェス、レアガチャでイシス、ベルセポネを含むということでね、フェス限定のオーディン、ニッシュとメタトロン。お、原神オーディンがね、新しいの出るみたいです。よし。はい、でちなみに赤オーディンはこんな感じらしいですね。スキルがめちゃめちゃ多い。最大レベル HP4059、 攻撃力2043、回復力154ってことで、なんかそんなに強くないんじゃないのかもみたいな形で、あのネットでは書かれてましたけど、さてどうなんだろう。出たら嬉しいよね。なんでもね。はい、ということでレアガチャやっていきます。まず1回目、ドン回す。金の卵、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 来い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 、ドーン。何これ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 、ブドドラ初めて見た。フルーツドラゴンってやつか。はい、でこのブドドラ進化するとこういう感じらしいです。なんかスキルすごいっすね。スキルいっぱいあって。あー、すごーい。よくわかんない。けど、まあ、いいや。はい、よくわかんないですけど、次2回目やっていきます。何？やっぱりね、ホルス欲しいよね。ホールスー来い！あー、もう、やだよー。あ、次もこういう系か。イチゴだ、これ。なんだこれ。はい、ということで1ドラ出ました。ダメだった。今回のゴッドフェイスもなんかこうやって使えるのかもしれないですけど、どうなんだろう。ふぅといった感じです。やっぱりね、金の卵全然出ないです。まあいいか。ということでね、今日はね、はい、ゴッドフェスやってきましたけど、残念ながらやっぱり金の卵出ませんでした。なかなか出ないみたいですね。はい、でもパズドラしっかりやっていきたいと思います。早く降臨系クリアできる姿をお見せしたい、そんな思いです。はい、ということでまたパズドラ動画出していきたいと思いますので、ぜひご覧ください。ということで以上、マスド TV でした。バーイ。こんな動画よく作ってます。皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。